基礎ダムは、基礎川、水系大滝川に建設されたダムである。長野県基礎郡基礎町福島に位置する、関西電力株式会社の水力、発電専用ダムであり、基礎発電所及び根覚め発電所の主水ダムとして機能する。基礎ダムからの送水により2つの発電所の合計で、最大1万5 1 0 0ットの電力を発生させる。またダム湖は上流にある。 揚水式水力発電所の三美発電所の会計としての機能も持つ。基礎ダムは基礎川支流の大滝川を横断する形で築造されたダムである。基礎川合流点の約300メートル上流に位置する。形式は重力式コンクリートダム。ダムの包み高は35.2メートル、包み町長は132.5メートル。 包み体積は44,750立方メートル。ダム長部には洪水発揮として、ラジアルゲートが3本並ぶ。ダムによって形成される、調整地の総貯水量は436万7,000立方メートルで、そのうち満水位、標高739.5メートルから5.0メートル以内の有効貯水量は184万4,000立方メートルとなっている。 また、淡水面積は0.4平方キロメートルに及ぶ。ダム淡水区域右岸に、関西電力三美発電所の放水口が設置されており、ダム湖は、同発電所による、用水発電の価値として機能している。基礎発電所地上建物基礎ダムから取水する、発電所は、根覚め発電所と基礎発電所の2カ所がある。前者は、 基礎ダムよりも古い発電所であり、校舎がダム建設に合わせて開発された発電所になる。基礎発電所は、根覚め発電所よりも、下流側、基礎側に面した基礎群大桑村、大穴殿に位置する。ダム、導水路の双方により、落差を得て発電するダム水路式発電所であり、最大使用水量60.0リッター、片メートル毎秒。 有効落差225.90メートルにて、最大11万6000キロワットを発電している。基礎発電所取水口は、根覚め発電所取水口と共用であり、ダム岩に位置する。コンクリート容量を節約するため、ダム停滞に接続する2階建て構造となっており、基礎発電所水路は下部につながる。取水口から基礎発電所に至る、導水路は、基礎川岸に位置し、 長さは 14.88km に及ぶ。導水路は5本の圧力トンネルと側を渡る部分の水路橋で構成される。この水路橋のすぐ上流の地点で導水路に小川園庭からの取水が合流する。小川園庭からの取水路は 1.26km の長さがあり、同じく圧力トンネルで構成される。導水路終端にはサージタンクが設置されている。 サージタンクの水は、長さ249.3メートルの水圧管路にて、発電所に落とされる。発電所建屋は、全地化式。発電設備は、出力126000キロワットの率、軸単輪単流渦巻フランシス水車と、容量125000キロボルトアンペア、電圧16.5キロボルト、力率90%の発電機を各1台備える。 発生電力の周波数は6 0ルツに設定されている。なお設備の製造者は、水車が三菱重工業、発電機が三菱電機である。発電所を過ぎた水は、さらに2 8トルの放水路を経て、放水口へと至る。放水口は、大久保発電所の直上流に立地 元の計画ではここに発電所建屋が半地下式で建設される予定であったが工事の都合や導水路との関係から上流側に改められた経緯がある。旧大道電力の根覚め発電所基礎側では大正から昭和戦前期にかけて当時の大手電力会社大道電力により電源開発が進展した。同社が建設した基礎側の水力発電所は九カ所に及ぶ。 これらの発電所は、使用水量が、平水量の前後に設定されているという特徴を持った。したがって、滑水器には発電力減退が避けられなかった。そこで、大道電力では、放水器の予水や洪水を貯留して、滑水時に放流するという貯水池の設置を計画。1935年、木曽川支流の大滝川上流部にて、三浦ダム建設に着手した。 基礎川の発電所が国策会社日本発送電に引き継がれた後、太平洋戦争中の1942年に三浦ダムは完成した。三浦ダムによって形成される三浦貯水池の総貯水量は5642万立方メートルに及び、下流発電所の発電量を年間2億871万キロワット時も増強できると見込まれた。 戦後日本発送電から木曽川の発電所を引き継いだ関西電力では使用水量の少ない旧式発電所の再開発に着手し、まず1957年長野県内最下流に山口ダムを建設、ついで1960年その上流側に読書ダムを完成させた。山口読書に続いて再開発第三弾として着手されたのが木曽川。 大滝川合流地点の下流側から、読書ダム上流にかけて連なる根覚め、揚松、桃山、須原、大久くの子発電所に関する再開発である。これらの発電所は調整値を持たない流込み、四季発電所であり、加えて、根覚め以外の4発電所は小規模であるため、三浦貯水池からの放流を取水しきれないことがたびたび、あり、三浦貯水池の放流を抑えざるを得ないという。 状況であった。1961年3月、愛知用水港団によって、大滝川下流部に牧尾ダムが建設され、7500万立方メートルの総貯水量を有するダム湖、三竹湖が出現した。建設に先立ち、ダムに付属する発電所建設を港団に代わって、関西電力が実施することが1956年に決定される。この段階では、 出力1万キロワット程度の発電所をダム直下に設ける計画であったが、1958年になって、マキ尾発電所計画は、撤回、下流に連なる流行未式発電所の再開発を兼ねた基礎発電所の建設計画が策定された。当初計画における基礎発電所は、マキ尾貯水池から取水し、19.5キロメートルに渡って水路トンネルで導水して、 大久保発電所付近にて発電する出力最大11万キロワットの発電所であった。その基礎発電所の計画は着工段階に入って再度変更された。牧オダムに付帯する発電所の計画を再び起こし、流子未式発電所の再開発を狙った基礎発電所については牧オダムの下流、基礎川合流点付近に新設する。 調整地に取水地点を改めるというものである。発電所を2カ所に分割したのは、水路不設ルート上に地質不良箇所が複数発見され難工事が予想されたため、また1960年9月にはダム側の三尾発電所に揚水発電機能を持たせることも決定された。こうして、基礎発電所は5カ所の既存流行み式発電所の再開発に加え、 三尾発電所に用水発電のための株池を提供するという二つの役割が与えられることとなった。1963年5月、出力3万4千キロワットの三尾発電所が、牧尾ダム下流に完成した。一方、基礎発電所は保証交渉が難航して着工が2年後の1965年5月に、連れ込んだ。広報の特徴として、 基礎ダム砂岩ンはどこされ基礎におけるイコスシ水壁、グラートシ水壁による貯水浸透防止、水圧鉄管内圧の一部地山負担があり、どちらも社内発の試みであった。また水車は容量12万6キロワットという当時としては大型のものを採用しており、これも社内発となった。工事中、水路トンネルの掘削が断層、 悪地質のため2ヶ月遅延したが、コンクリート巻き立てとグラウチングを並行して施行するなど、後期短縮の努力が続けられた結果、予定通り1967年11月竣工に至った。12月31日に通水式が挙行され、翌1968年1月27日より、基礎発電所は出力11万6 0 0 0ットにて営業運転に入った。 基礎発電所の完成により、基礎川中流部の再開発が完了し、河川利用率は57%から76%へと飛躍的に向上した。基礎発電所に関するカテゴリー、ありがとうございます。